こんにちは、今すね毛がないペンギンと。ないんあ、そうなんや。はいはい、秀吉でございます。あ、なんもなかった。すね毛はちょっと生えてきた。そうか、最近剃ったばっかり。最近剃ったばっかり。あ、そうなんやな、うん。まあ別にこっからあれもなんもないんやけど。いつ剃った？昨日、おととい、いつや、その辺。あ、もっと前か。うん、あ、でもチンゲは剃ってないですよ。別にどうでもいいや。え、なんでまた？なんでまた？別になんもない。え、だってさ、足見せることないでしょ、そんな。ないよ。なんで剃ったん？ふと剃りたくなったから。自分をめでるために。桃の内側の毛がさ、ちらっと見えるとキモいよね、なんか。見えへんやろ、だから。誰に見せんの、だから。いや、まあ自分しか見えへんけどさ、こう下見たときに、なんかここの桃の内側の毛ってキモいよね。桃の内側か。内桃の毛。え、そこって毛生えるっけ？生えへん。だからちょっと生えんねん。あ、そう。そう、びっちり生えへんよ。びっちり生えないからこそキショいよね。なんかこう、ニョロニョロってのが数本あるみたいな。俺はスネ毛って言わんかったじゃん。あ、まあな、スネ毛とモモ毛が全部ない。ああ、全部ない。全部ないね。モモ毛剃ると自動的にスネ毛も剃るから。うん。そうそうそう。スネ毛もなくなったり。そういうことよ。どうしたの？いやいやいや、まあ、別にこれ以上話すことはないねんけど。そっか。うん。こう、どうしようかな。他にも話する変なおじさん見つけた話とか。してみたら。してみる。今お前が変なおじさんやから。やめてや。あ、じゃあ転化しよう。そう、さっきな、変なおじさんを見つけたんよ、歩いてる時に、散歩中に、ね。はいはいはい、どんなおじさんかってさ、この手で輪っか作って、うん、これ動かしてんねんけど、うん、最初股間にあんねん、手が、はい、それを天に突き上げんねん。こういかがわしい動きをずっとしてるおじさんがさ、信号待ちでもずっとこうやってんねんけど。えっ、火じゃなかったお前の。でもなんか後ろにさ、若い女の人とかおるしさ、うん、いや、俺の勝手なあれやけど、見てる方も恥ずかしくなってきて、うん、と何したんやろな、あのおっさんと思ってずっと見てた。まあ、なんかそういう街の変な人って結構おるよね。ねえ、その俺らやと、まあ雨をくれる真っ黒のおばちゃんとか、はい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 、いたね。気候術使える女の人とか。おったな。やっぱね、そうね、なんか変な人よくおったけどね。うん、気候術が一番かな。確かに一番笑ったかな、うん、部活帰りに ね突然話しかけられたんですよね、うん、なんかね、部活帰りはあのコンビニ前の自販機でちょっとだべってたら、うん、ちょっといいですかって。そう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 、今気候術を修行中なんですけど、あの練習させてくれませんか。はぁって思ったけど、うんうんうん、体のどっか悪いとこある人いませんって言われてね、あの秀吉くんが。僕腰悪いんすよっつって。そうそうそう。あ、じゃあ僕直せるやったら直してくださいよっつって、うんうん、じゃあ行きますって腰に手当てて、はぁって、はい、終わりました。どうですか。どうですかじゃねえわ。何も変わらんわ。ただ当てただけで。気候術せめて10秒ぐらいやってほしかったよね。ねえ、2秒ぐらいで終わった。2秒ぐらいで、はい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 じゃないねんな、うん、もっとなんかあるやろと思う、ね、そうそうそう、どうだぐらいの、うん、なかったね。秀吉君あれ治ったんですか。治るわけないやろ。その2年後にヘルニアになった俺。悪くされたんちゃう。あの時の呪いか俺もしかして。あの時の呪いで彼女できんのか。もうな、秀吉君呪いが多すぎる。呪い候補が多すぎる。呪い候補多すぎる。なんかどっかでやらかしてんやろな。そうそうそう。なんか親戚の呪いなんちゃうかとか、親戚の呪い、宗教の呪いなんちゃうか、宗教の呪いなんじゃないかとか、その気候術の呪いなんじゃないかとか、なんかね、ありすぎる。前世悪いことしたんじゃないか、前世悪いことしたんじゃないかとか、なんかたまりすぎやろ、ね、どんだけ全積んでもあかんやろ。全無理やろうな。めっちゃ神社行ってんのにな。神社行ってんのにな。あ、それ神社でもたまってんじゃん。たまってんのかな。くんなっつって。くんなって。ちょっと俺らではようやらんわっつって。はあ、溜まりすぎてて、ちょっとやめてってどっか行ってって。来たからもう一回ちょっと悪いとこ乗せとくねっつって。あ、こいつにとりあえず乗せとこって、一個乗せたら分からんやろって、うん、そうやな、こんなに持ってたら一個ぐらいいいやろ。一個ぐらいやろって。それが溜まりに溜まって、溜まりに溜まって今こんなになってんのか。それで60まで恋愛できんねん。どんな呪いやねんマジで。助けてくれよ俺を。はあ、いいな彼女いるってな。ね、ありがたい話や。羨ましいわ本当。かわいいかわいい。
ひろし君もいつかひろし君もいつかできるかもしれんから60歳になってな60歳になって何歳の彼女できるのか知らんけど知らんけどな歯も何もなくなったかもしれん歯もない彼女と。いやなんかディープキスしやすそうやマジで60になったらお前絶対させたるからな許さんからな俺がお前に呪いをかけてるわ今よかったないいよだって俺55で死ぬねんあ53から、ね、53まで苦しむ呪いをかけてるから今すぐにあ苦しむんかな嫌やな頑張れよはい、はい、まあ、そんな感じでこのラジオではコメントを募集しております。ラジオに関係あることないこと何でも結構ですのでお寄せください。お待ちしております。来ねえよなんでやねん。さて秀吉くん今日の飲み物は何でしょう。今日の飲み物はこちら、はい、セイコーマートのサイダーですね。あもうセイコーマート言うてもうた。なんか前もそんな会話した気がするぞ初めて見たのこのサイダー。うん、何がいいって安いんよこれ。何ぼやったん。80円。安っ、うん、三ツ矢サイダーの半分ぐらいの値段で買えるよ。そういえばサイダーって体にいいんやっけ。それ知らん。あキリンレモンか。あそう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 懐かしいなそうキリンレモンだけは体にいいって言ってる同期がいたんですね、うん、だからこれだけはどんだけ飲んでもいいって他のジュースはあかんけど、うん、どんだけ飲んでもいいは間違ってるやろと思ったけど謎理論でした ね、 ねほら見てくださいよこれ北海道の純粋塩ですよ。北海道の純粋ってなんなんやろ。さあ水道水じゃないですかまあ水道水うまいから、まあ、うまいからね。ペンギンさんの観察日記のコーナーでございます。先週1週間ペンギンさんと私秀吉がどのような1週間を過ごしたのかを振り返るというコーナーとなっております、はい、ようやく言えた。言えたね。はいはいはい。という感じで、まあ、ペンギンさんどうでしたか。いやーどうつってもねもう今日引っ越ししたんですよそうやった。今朝か、うんうん、8時50分ぐらいに引っ越しの人が来てました。うん、荷物全部持ってかれましたよ。なんかすっごい綺麗になってましたね。カラカラになったでしょ。ね。でさ、こう引っ越し多分大学生になってから3回目やねんけど。うんうんうん。1回目多分前日徹夜して、はい、で2回目も徹夜してやったから、うん、今度は徹夜せえへんと思って。言ってたもんね電話でね。そう。で2日前にはもう2日前の夜にはもう全部終わらせて、うん、前日はもうちょっと軽い準備だけで終わらせると思ってたんやけど。うん。徹夜しましたね。してたね。なんならあのトラックが来てもまだ僕荷詰めしてましたからそうだからこの日はこの日中に終わらせるって言った日に僕は電話したんですよ。はいはい。したら今日絶対終わらせるって何があっても終わらせるって言って、うん、いや俺は絶対ギリギリになるって言ってたんですよ、うんうんうん、お前はそういうやつやからって、うん、で結局、はい、次の日や飯食いに行ったら、はい、いや結局まだ終わってないって話になって、うん、昨日何してたんって聞いたら眠かったから寝たっつったんですよね何言ってんねんこいつそうなんだよな。でその飯食った後もさ、さすがにもう前日やからやらなあかんっつって、うんうんうん、言って一生懸命やるわって言ってたんけど、秀吉くんはいやどうせお前は馬娘をやるってね。それを言われたからさ、うん、ちょっと頭に残るやんかそのあれは、うんうん、ちゃんとやったわ馬娘お前マジすごいな。徹夜したわとか言ってなんかいかにも疲れた感じ出してるけど、うん、そのうちの1時間ぐらい馬娘やな。結構かかったねそれにしても引っ越し準備かかったな、うん、結構さ多めに段ボール頼んでたんよ。足りんかった。ジャストやった。あジャストやったか。ギリジャストで、うん、終わったな。思ったより荷物多くてさ結構ねいろんなとこから出てくるの。そう荷物増えた。そうで服ってかさばるんよね。うん、そうそうそう、そう服も結構捨てたんやけどそれでもこれやし、うん、やっぱこっち来て物増えたやろうなと思うな。いいやんかそんだけ思い出が増えてるってことや、まあ、思い出は増えてるよな、うん、まあ、増えた割には一瞬やったなって話もしてたけどね。あれもう2年経ったんかって、ね、もう2年経ったな。早いな。うん、まあそうそんな感じの1週間でございやしたよ。はい、1週間ってかも引っ越しましたってだけ。引っ越しましたよな1週間振り返ってねえわな。ほんまやな。もう別れの季節でね先輩とさよならってしたりもしたけど、ね、うんうん、まだ実感湧かへんね。
あでもなんか先週結構動画撮りましたね。結構、まあ、1本だけやけどな。まあ、でも久しぶりの実写じゃないですか。初めて、久々の実写、そうね、うん。今年入って初めての実写。今年初の実写を撮った。終わっとるわ、マジで。まあね、それがいつ上がるか分からんけど、まあ、そのうち上がるんでね。うん、5月ぐらいかな。5月ちょっと分からんけど、まあまあまあ。上がると思うんで、それも楽しみにしといてもらえたらと思いますね。うん、で、秀吉くんの1週間。僕、もうひたすらバイト漬けでしたね。ずっとバイトしてるの？ずっとバイトしてる、ほんと。ほんまに毎日よ。毎日関係なく。土日関係なくひたすら働いてるね。うん。ずっとそんな感じか。そう。金がねえんだわ。でも1時から8時までみたいな。そうそうそう。お前社会人やで。ね。8時間労働してるよ。うん。すごいよな。今日もだって帰ってきたの9時半とかやった。9時半とかかな。うん。いや頑張ってんね。交通費結構飛んでいくんよね。往復で500円ぐらい飛んでいくんよ。かかるな。後で払ってもらえるとはいえさ、うん、割と出費ないよね。そうね、現段階で金がないのにな。うん、あいつ入んの給料。26日払いやな。4月。先やな。先やろう。あ、そうや、俺金代払わな。あ、そうや、そうや。頼むわ。そうか。それなかったら俺クレジット支払われんねん。カレー代が逃げてんじゃない。いやもうギリギリで生きてるから俺今。お互いギリギリが好きやな、ほんま。ほんまにな。皆さんはこんな人間になっちゃダメですからね。いやほんまによくない。何もいいことないですよ。結局ギリギリなんよな、常にお互い。な2週間前ぐらいまで余裕ぶってさ。そう、あもうちょっと今からやれば全然すぐ終わるわとか言ってたのにな。まあ、引っ越し準備そんなかからんからとか言ってた。な、いや思ってたよりなんかコロコロ出てくるよね、荷物。うん、おかしいな。俺ももうちょっとお金に余裕あったはずやねんけどな。どこに消えたやろな。うん、JRA やな。JRA か何かしらの液晶か。いや何かしらの液晶やな。3つぐらいなんか思い当たる節あるわ。大中小とな。なあ、ほんまに。壊れすぎやねん。壊れすぎ、まあ、ほんま壊れすぎやねん。マイクもそうやしさ。そうか、あマイクもな。そう、何本飛ばすねんこのマイクは。せっかく録音したものを。ほんまや、同じ条件で撮ってんのになんかおかしくなってる。そう、お風呂場になるんすよね。ね、なんか反響するよ。こんにちはわわわわわってなる。何があかんねやろな。まあ、今撮ってるこれもだから分からんのよね。怖いこと言うなよお前。聞き直さんとさ、うん、ほんまに分からんから怖すぎるんや。そうよね。いや、まあ、ずっとバイトしてたと。そうですね。それ以外何もない感じやな。何もないね。今は金を貯めてる時期ということですね。はいはい、そんなもんですか。そうですね。はい、まあ、一応あれですかね、今日が多分ペンギンさんがここにいるラストになるんですよ。あ、そうです、そうです。で、あっちに行くんですよね。あっちにね、関東の方に。関東の方に。そうそうそう、また近いうち遊びに行くんで。どうせすぐ来るから。そうですよね、多分。で、なんでラジオがね、しばらく遠隔になるんですよね。うんうんうん、うん、なんで音質がちょっとおかしくなるかもしれないですけど。一回だけやったことあるけど、まあ、うん、まあ、まあまあまあ一応許容範囲って言われましたよ。うん、そうね、うん、言われんかったら気づかんとは言われたね。まあ、そんな感じになるでしょう。はい、はい、まあ、まあこれからもお楽しみということで、うん、上がんのかな。上げなあかん。上げなあかんねんな、うん、スケジュール係やから全部俺の責任なんねん。そうやで、お前が上げんかったとしても。そうやで。あめんどくせえ。全部秀吉が悪い。そうよな。そういう感じですかね。はい、はい、じゃあペンギンさんの観察日記この辺で締めさせていただきます。太閤殿下のお言葉。太閤殿下こと秀吉くんからありがたい言葉を頂戴するコーナーでございます。それでは秀吉くんお願いします。はい、一個質問なんですけど。質問、はい、ペンギンさんって何フェチですか。何フェチ。うん、太ももとかかな。あフェチか分からんけど、まあ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 、まあ、好きや。どこの異性のどこの体の部位が好きって聞かれたら、はいはいはい、まあいろいろみんな答えると思うんですけど、うん、僕、まあ、僕も足で多分、はいはいはい、ただペンギンさん太ももなんですけど、うん、僕ふくらはぎの方なんですよ多分。はい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 。で胸が好きっても分かるんですよ、うん、で顔が好きも分かるんですよ、うんうん、でもう唯一僕一生理解できないのが、はい、尻が好きなんですよね。あー、胸か尻か問題あるよね。そうそう、いや尻だけは本当に分かんないんですよ、うんうんうん、何がいいのと思いますね。猿はだって尻見るもんね。
うん、俺猿じゃないもんだって。まあでも元猿やからそれが残ってんのじゃん。そういうことかな。あのなんか猿のあのケツ赤いと状態いいとかあるんじゃん、うん、そういうこと。でこう猿ってさ歩いてるとさ基本的に目の前ケツやんか、うん、並んで歩いたら、うん、だからそれがあるんちゃう。あ、そういうことなんや。分からん、はい、っていうのを俺はなんかの漫画で読んだ。どんな漫画読んでんのお前。あのケツ派の男が、うん、胸派の女、あの胸よりもケツがいいっていうのを立証するときにその話をしてる、うん、へえ。その本貸してほしいな。まあアホみたいな漫画やけど、ケツだけは本当に理解できないなと思って。確かに何がいいんやろ。だってうんこする穴やで。うんこする穴がついてる筋肉やで。確かにあれうんこするためだけにある筋肉やもん。そうそうそう、が大きい女の人がいねんで。いや、お尻が大きい女の人って大体太るんよ。うん、だからあんまり俺は好きじゃないかもしれない。あ、でもあれちゃう、骨盤しっかりしてると安産型やからみたいな。そういうのもあるんかな。なんで太ももなんすか、ちなみに。なんで太もも、うん、なんかええやん、なんか目がいく。てか猿理論でいくとずっと見てたって話じゃない。あ、そうか、俺もじゃあそれなんかな。下見て歩いてたんかな。秀吉くんの方が下見て歩いてたんか。僕はふくらはぎやから。ちゃんと理由ありますよ。あ、なんなん。ふくらはぎが太い人がいいんじゃないですか。細い人がいいんですよ、僕は、うんうんうん、それで細いってことはしっかり動いてる人なんですよ。ああ、引き締まってる感じ。引き締まってる感じ、うんうん、しっかり運動してるとか、はいはいはい、しっかり歩き回ってるとか、勤勉な人が多いんですよ。なるほど。っていうのでふくらはぎ見ちゃうんですよね。ああ、その指標になるってことね。そうですそうです。あ、確かに、うん、まあ、なんかそのあんま体で見ることないやろ。まあ確かにね、うん、結局性格とか、うん、まあ、言ってしまえば顔とかやな、うん、になるかな。確かに、そういう感じですよ、うんうん、シリフェチってなんなんやろって分からん。いうのが分かんないっていう話でした。それはほんまに分からん、はい、っていう感じです。はい、ペンギンさんの失敗談という、まあ、新コーナーになります。はい、いっぱい生まれるね、新コーナーがね。毎度生まれますね。まあまあ第1回で終わるんですけどね。そう、一発屋コーナーばっかりなんですけど。はい、という感じで、まあ失敗談とは何ぞって話なんですけど、うん、まあ、人間生きてると誰でも失敗するするするですけども、うん、まあ、その失敗を自分の中で抱え込むだけだと、まあ、ちょっとネガティブなものに転化してしまうんですよ、うん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 、ただ人に話して笑い話にすると結構なんか明るいものになるということなんで、うん、まあ、ちょっとお互い自分たちの失敗談を語ってみましょうというコーナーになっております。なるほど。はい、それではまあ初っ端ペンギンさんお願いしていいですかね。まあさっきの太閤殿下の言葉でもね、うん、ケツの話が出ましたよ。ケツフェチですね。ケツフェチ、まあ、ケツは何のためにあるかというと、まあ、運行するためにあると。そうそうそう。ということで、まあ、ちょっと運行つながりで運行の話しようかなと思うんですけど。好きなだけやんけ。なんか前々回のラジオも排泄物の話したんですけどね。どんだけ運行にとらわれてるんだ。まあ、運行といえば、運行の失敗話といえばやっぱ漏らすですよね。まあそれ以外ねえよな。漏らし話ね、うん、最初にしたのは分からんけど、小5ぐらいでも僕一回漏らしたのかな。小5か。小5。いやでも小5ぐらいなら結構笑い話になるというか漏らすと思いますよ。ほんま？またさ、あのインドネシアに友達がいるんですけど、そこに遊びに行って。なんかそのインドネシアって単語聞くと仕方ないなと思っちゃいますよ、なんか。まあそこで飲んだ水が悪くてね、うんうん、それを引きずったままで、ちょうど家から塾に行く時の道中、ちょうど道の真ん中ぐらいで催して。うん、家帰ろうかな、塾行こうかな、家帰ろうかな、塾行こうかなって、こううろうろしてる間に漏らすっていう。あ、帰ってからやった。あ、そうそうそう、日本に帰ってきてね。帰ってからだよ。水を飲んで、うん、帰ってきてそこで来たんですけどね。誰でしたっけ、アテルイでしたっけ。アディティアです。アディティア、そうそうそう。アテル神様の名前なんかの。そう、アディティアって友達がいる。そうそうそう。まあそれが多分僕の覚えてるまず1個目なんですね。うん、あともう一個あるとしたら、うん、高校生ですね。高2かな。高2か。高2でも一回漏らしましたね。あ、微妙。なんとも言えん。高2は失敗ちゃうかなと思うんやけど、うんうん、結構高2ぐらいになるとさ、もうギリギリ攻めるやんか、あの学校着く時間。はい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 。8時半やったら8時20分ぐらい着くように、25分ぐらいかな。あ、もうずっとその時間でしたよね、僕ら。だからそうそうそう、だからこの電車を逃すと、うん、もう終わりやぐらいの時間に家を出る。わかるわかるわかる。でもう家出なあかん、やばいって時に、うん、屁をこいたんですよ。は
はい、そしたらあのプリって身が出てあ家で漏らしたんかしかもそう家で漏らした、家出る直前に漏らして、うん、あ終わったって、はあはあ、このパンツ履き替えて、うん、であのねその当時 あの原告の担任にですよ、うん、なんで遅刻したんやって言われて、うん、ちゃんとも全部真面目に話してる、言ったんやろ、ちゃんと言った、あの身が出ましたあの多分あの原告の先生さ、うん、結構遅刻とかやったら結構詰めてくるじゃないですか、うんうん、それはそういうことも想定して10分前の電車に乗るとか、そういうことしないお前が悪いみたいな、うん、言ってくるじゃないですか、うん、あの身が出たは全て許されました、ね、許されたまあ、しゃあないわ、それはしゃあない、それは仕方ない、笑って許されました、ね、うんうん、笑いを取るとあの先生許してくれるんですよ。そうよね。うん、その辺は良かったね。さすが大阪やな。大阪やな。そう、僕の失敗はそんなとこかな。はあ。そんな話ですよ。なるほど。秀吉くんはあるんですか、そんな漏らし話は。うんこっすか。うんこ。パッて思いつくだけで4つあるな。めっちゃあるやん。お腹弱いからね。あ、まあ確かに。初っ端はね、多分小学生やな、俺も。うんうんうん。小3かな、ああ小3くらいの時に、まあ、朝ごはん食べてる時におならしたら出たって、うん、ってやっぱ出るんよなんか出たってやっぱヘト同時に出ろよな、どうやっておかんにバレんように処理しようかな、なんでバレんよ嫌じゃないですか、ね、うんこ漏らしたのバレんの、ああほんまに、特に小学生だと、ああちょうど恥ずかしいとか思い始めるぐらいか、で小5の時にそうですね、まあ、塾前もなんか話したことあったかと思うんですけど、うんうん、塾のトイレがすごく汚かったっていう、あ、はいはいはい、で、まあ、そこで朝から晩まで授業あって、うん、で、まあ、当然うんこしたくなるわけですよ、人間なんで、うんうん、で行こうと思ってもトイレ汚いからちょっと我慢しようと思って、うん、夜まで耐えて、うん、いやしんどい、で夜頑張ってもうめっちゃお腹痛い中レストラン街行って、うん、でなんとか個室が空いてて、うんうんうん、で入ってズボン下ろす瞬間にちょっとだけちょって惜しいな、うん、惜しかった、まあ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 そういうことはあるやろ、あれは許容範囲やろって、うん、んで一番僕の中で大惨事やったんが中1の入学式の次の日やな、入学式の次の日、そう、ほう、授業ってなってんけど、あ、うん、じゃあ入学式の次の次の日か、うん、で入学式があって、はいはい、その次の日に体調崩したんですよ僕、うんうん、熱出したんですよね、うんうん、で熱出してでちょっとからダウンして、うん、でそっから次の日からもまた学校行くってなって、はいはいはい、その中学からも私立やったんで電車乗るじゃないですか、うんうんうん、でほぼ初めてぐらいで満員電車を経験したんですよ、うん、めっちゃしんどくってしんどいな、そう、うん、初っ端で、うん、でしかも初っ端って多分あれなんよ、荷物とかもちゃんと律儀に全部、あ、教科書とかな、教科書全部入ってるから、うん、もう高校生になったら全部置いて帰ってたけど、バカみたいに重いよな、そうそうそう、でそれでも途中でもう本当に気分悪くなってお腹痛くなって、うんうん、でそのたかっ学校名出そうやったな今な、その駅着いて、はい、最寄り駅にね、はいはいはい、でその最寄り駅のトイレに行ったんですよね、うん、でもう全部埋まっててさ、そん、あ、まあそんなでかいトイレではないか、そうそうそう、うん、でその時その地域のこと全然知らないじゃないですか、うんうんうん、だからどこにトイレあるとか全然把握しなくって、うん、もうしゃあないと思って学校まで必死に行ったんですけど、うん、歩道橋の あの歩道橋のちょうど真ん中のあたりでもう無理ってなって、うわ、全部出ましたねしかも全部出ました、きついちょろじゃなくってもうちょびっと出たらもうそっから気持ちよくなってもうてもうええわって、もういいっつって全部ボーッて、しかも歩道橋から学校までさまだ地味にあるやん、そうそうそう、うわ、でその時たまたまちょっとピッチリめのブリーフを履いてたんですよねなんでこれは朗報なんですけど、ギリズボンに全くつかなかったんですよ、パンツの中に全部収まったんですよ、ブリーフ優秀なんや、重かったですけどさぞいっぱい出たやろな、いっぱい出ましたねで結構いろんな人とすれ違うんですけど、いや割となんか誰も振り向かないんですよね、そんな感じで歩いてんの、でまあまあその後トイレに直行するんですよ、うん、学校ついて、ね、うん、剣道場横の、ああ、はいはいはい、わかります、わかるわかる、で、まあ、そこのトイレ入って個室に、うんうん、まあ、一応なんか希望を持って、うん、ついてないかなと思って、うんうんうん、もうしこたま漏らしたのは分かってるんですけどついてないかな、夢かなと思って漏らしたら、うんうん、抹茶色になってて海ができててそこにうわやっぱそうよなーつって、うん、でこれをどうしようってなって、
あ、パンツを。そう。拭いて使おうかなとも思ったんですよ。うんうん、でもトイレットペーパーそんななくて、そこに。うわ。これは捨てざるを得んなと思って、うんうんそのまあ、とりあえず、ノーパンになって、はいはい、で、まあ、そのあとゴミ箱に、うん、捨てに行くわけですよ。うん、ちょうど出たところにあったじゃないですか、ゴミ箱。あったあった。で、あこのゴミ箱捨てようと思って、パッて中見たんですよ。うん、同じように、茶色いパンツが、うん、あと2つ入ってたんですよ。そうか。なことある？衝撃的でしたよ僕は。えって、え、俺と同じやつおんのって。多分同じようにどっかで漏らして、漏らして、そのまま学校来てそこに直行して、みんな同じトイレ使って、みんな同じトイレ使ってそこで、あ、これは使えへんなと同じところに捨てた、同じところに捨てた。そんなことある？量で行くと僕が一番でしたけど。茶色具合は、茶色具合は。え、そうなんや。そう、入学2日目とか3日目でそれを見るんですよ、うん、この学校大丈夫かなって。今度漏らし野郎しかおらん、漏らし野郎しかおらんのかって。まあ俺もそのね、いや、まあ、結構早めに卒業したけど。漏らし卒業してたんか、うん、まあ、言うてペンギンさんも卒業してますけどね。まあ、漏らしを。でも高校、あの学校では漏らしてないから、そうか、そうそう、漏らす。俺も学校内では漏らしてないから。てかその道中では漏らしてないな。普通やそれが。まあ、剣道場のトイレで何してたかって僕は履いてましたからね。まあな、部活がきつすぎてな。部活しんどくてね、ずっと履いてた。履いたことはないんよな。すごいよな。なんで履かへんのって思うけど。いや、履きそうにはなったよ何回も。うんうんうん。なんか履くのを耐える技術ってあるじゃないですか。分からへん。分かりません。僕これ小学生の時身につけたんですよ、うん、これやったら絶対に履かへんわっていう技術を、うん、ほう、身につけたんですよね。そう、早めに教えてほしかったな。そう、理論はその時全然考えてなかったんですけど、うん、なんか履きそうな時って、うん、なんかちょっと酸っぱい感じになりません？あ、なるほど。履く前って、うん、胃液が出てくる、はい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 、でその胃液をずっと我慢してるとうーって出てくるんですよ、うんうんうん、ただ胃液が出てきたと思った瞬間に、うん、思いっきり空気口からハッて吸ったら、はあ、収まるんですよ、すごい。なんでか分かんないですけど、まあ、空気圧かなんかで多分グッて押さえつけれると思うんですよね、うん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 、でその技術で僕は乗り切ってたんですよ、ずっと。何回も吐きそうになった時ありましたけど。そう、胃酸が出てくるとさ、それを飲み込むのに必死で多分口閉じてまわねんけど、飲み込んだかんねん、それ。あ、 そこで空気を飲まなかった。そう、胃酸を飲み込んで余計気持ち悪くなるから。さあ、やったことないわ。そうそうそう、ちょっと今度試してみてくださいよ。最近吐いてんけど。最近吐いてないな、そういや。中高は吐きまくってたけどな、うん、ただお酒飲んだら絶対吐くんよな。そうやな、うん、酒だけは無理やわ、やっぱあかんくせに飲むからな。いやー、だって飲まんとあかん雰囲気あるっしょ、多少は。まあな、しょうがないよな、うん、どうしてもな。で、なんか菓子折れがあかんねんな。菓子折れ飲んで大丈夫やったら俺いけるようになったかもしれんって勘違いするんよ、うん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 、テンション上がって。でちょっと強めんとこ行って死ぬんよ。毎回勘違いしてへん、なんか毎回勘違いしてるよ。梅酒飲めるぞっつって。いや、梅酒は飲めるから。梅酒は飲めるから。ちょっと飲みすぎたら死ぬやろか。飲みすぎたら死ぬやろ。なあ、なんなんやろ。だからな。成長せえへん。成長せえへん、ほんまいや、そうか。まあ、迷惑はかけへんから、基本な。そうね。勝手に自己完結するから。そうね。うん。うんこもゲロも自己完結。自己完結だからね。ケツだけにな。そうやな。漏らすな、漏らすなよお前、向こう行ってから。漏らさ漏らす、社会人だったらさすがにやで。はい、ペンギンの小問題のコーナーでございます。ペンギンさんが抱える小問題問題について僕たち2人で話し合っていこうというコーナーになっております。はい、はい、それではお悩みの方よろしくお願いします。LINE とかでさ、うん、こう来るやんか、メッセージが、うんうん、それを読んで、はい、既読つけました。うん、で俺そのまま放置することが最近多くて。殺すぞ。やめて。いや、あの脳内で返信してんねん。で返信したつもりになって、うん、閉じてまうよね、それを。あ、なんか最近それが多くて。で脳内で返信したつもりになってんの。そう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 、その最近の事例としてあの多部くんへの DM があって、うん、はいはいはい、多部くんのまあ、ズームで話したじゃないですか、うんうん、今度コラボする人なんですけどね、うん、その人とズーム終わった後に DM が来て、うん、でその DM に僕すぐ返したと思ってたんですよ。ほう。で僕ら動画撮ったじゃないですか、うん、で動画撮りましたよってまた連絡しようと思って DM 開いたら何も返事してないんですよ僕、うん、あの1週間ぐらい経ってるんですよ、その間にも。はあ、びっく
くりして、完全にもう脳内でこういう文章を打ったってのも全部覚えてたんですよ、うん、なのに何も打ってへんのよ DM 開いたらっていうことをやらかしたんですよね。またタベ君にとね、それマジで言ってる、マジで言ってる、タベ君を既読無視して言い訳してるわけじゃなくて、違う、ほんまに違う、あのLINE でもやってる、他の人に対しても。今やってるんか、うん、でその顕著な、まあ、分かりやすい例として最近タベ君が出てきたって、タベ君にもやらかした。あのタベ君にメールを返してなかったのは、あれはあれですよ、確信犯ですけど、うん、この DM に関しては返したと思ってたのに返してなかったっていう、すごいね。そう、ちょっと老けてきたな。お前それさ、ペンギンの大問題やと思うけどマジで、うん、仕事でやんなよ絶対。それはやばいな。メール返したつもりになってたとか、ほんまに怖い、電話かけ直したつもりになってたとか、うん、仕事とか書類作った気になってたとか、なんだよ俺、原告見てんのかな地方じゃないの一緒に地方かな、うん、怖っ、すごいね。俺もそんなことしてんのかな。ない、いや一回あるわ。でも俺もある、絶対返したと思ってたのに返してなくて、うん、既読無視の状態になってて、地方や、やばってなってもうボケてるわそれは。そうめっちゃ謝った最近、ちょっと前、ちょっと前、そうそうそう、ごめんマジで返して気になってたって言ったら、別にいいよって言って、うんうん、そこから連絡してねえわ嫌われたいこういうとこがあかんねやろな。いやでも基本も気をつけんとあかんと、こんなことしてるからマジであと40年かかるって言われるんやろうな。恋愛ですか、そうそれ女の子の話かいなそれはよくないわ、危ねえわ。あでも俺も女の子に対してそういうことやったことあるわ。なんでお前を許されてんねんそれいいな、別に俺もその人と連絡取ってへんから、変わってくれ俺とじゃあちゃんと連絡取りたい人にはちゃんと返すからな。あそれ言うと食べ子にはそうでもないみたいになってまうから、あそれは違うね、それは違う、違うコラボはなくなるから、あ最悪、そうではない。あでも俺最近 LINE 来へんからな、あんまな言われてみたら俺お前としか LINE してないかもしれない。お前とな、お前とバイトの同僚ぐらいとしか喋ってない。そうやろ、それがおるからええやんか。やっぱ話ばっかりやけどな。いや楽しいやんか、うん、楽しい、うん、めっちゃ楽しい。勉強の話とかじゃないやん、うん、勉強の話って俺多分やめてるしこれ本物の既読無視してる。競馬やったらな、自分のあれにもなるかもしれんし、馬券にも還元されるかもしれんし、そうだね、楽しいやんか、うん、あとおかんからの催促な、はいお金払えって借金してんの、借金してからそれは待ってもろてそのためにバイトしてんね俺今あれやん、そのおかんもだ返事したつもりになってたって言っとけば踏み倒せんのじゃん。踏み倒すわマジで、未読無視しよう最低ブロックしとこうかな、まあ、っていう話ですか、はい、そういう話です。はい、解決案も何も出てないけどいいの気をつけると、絶対あかんと思う、絶対それはあかんと思う。返事した、あ、ペンギンさんから LINE 来て、はい、既読ついても、うん、全然返事返ってこなかったらその状態ってことですか、が多いかもしれない。なるほど、うん、ブロックしてちゃんと返す、ちゃんと返す既読つけたらちゃんと返そう。はい、まあそんな感じですね。はい、はいはいはい、以上ペンギンさんの小問題のコーナーでした。はい、それではエンディングのコーナーでございます。いはい、下の話多かったね今回も。相変わらずですね、好きよねやっぱ急に盛り上がる。一番だってお互い満面の笑みで笑ってますよ心の底から笑ってる、心の底から笑ってるいや、まあ、変わってないよな。やっぱ下ネタって強えわ、強すぎるな。俺らが楽しいだけかもしれんけどさ、頼りたくなるわ。そう、いや、うん、そんなん子供でしか笑わんぞって言うやんか、うん、違うんよ、うん、子供ですら笑えるのが下ネタなんよ。なるほど、そうだ、みんな笑えるよ下ネタ。しかもうんことかやったらもう男女共通やし、男女共通で笑えんねん、うんうん、まあ、毛もそうやし毛は下ネタっつったら多分女の人怒ると思うけどなだから男女で笑えるという、ね、確かにね、素晴らしいコンテンツ、うん、このジェンダーレスの時代に時代ね、下ネタぴったりちゃう、ぴったりよね本当ね、ほんまぴったりや、うん、
絶対フェチの話とかあかんと思うけど。あかんのかな。あかんのかな。いいのか。ね、俺別に胸でかくなかったら生きてる意味ないとか言わないですから。もうさ、そうか、そういうことを言うと、そんなことは言わないですから。何が好きとかぐらいはええよ、うん。僕は単純にそんな胸大きくなくてもいいよってことを言って。うん、そうそう。まあお互いそうですからね。考えてみてくださいよ、僕。胸そんなに大きくなくていいよって、うんうん、でそんなにお尻も大きくなくていいよって、うん、で性格も別にそんな気にしないよって、うん、ある程度の価値観さえ合えばいいよ、はいはいはい、だから顔もそんな気にしないよって言ってるんですよ、うん、なんで彼女できてんねん、マジで。なんで俺だけ60までまだなったんだ。ふくらはぎフィルターがでかすぎるんじゃん、あのハードル高すぎるんじゃん。ふくらはぎフィルター俺使ってないって。みんなそんな出さんやろ、ふくらはぎなんて。まあ、出さんか。まあ、結局はその性格重視やもんな。そうやで。なんでやろ。なんでできんのかな。いいとこまで行くとは言うやん。そう。なんでなんやろ、マジで。あと一歩がいかんみたいな。あと一歩いかんのよな。なんだろう。わからんな、本当にね。やっぱ LINE 返さんからかまちゃん。いや違うって、多分なんか変なフィルターかかってんねん、やっぱ多少。やっぱ呪いがかかってんの。呪いがかかってんの。呪いガードが発動してんのかな。うん、そう、なんか疎遠になるというか、なんかよそよそしくなるんよね。急に急に、あとちょっとのところで夢の中になんか変なの出てきてるんちゃうかなと思って。あの菩薩がその相手の夢の中に出てきて、そう、あいつはやめてよけ、そうとか、なんか雲の化け物みたいなの出てきて、あいつと付き合うなら食い殺すぞみたいなこと言ってるんちゃうかなと思って。それはできへんやろう。そういうことだよ。それぐらいのことじゃないとあんな急によそよそしくならへん、ね、マジモンの呪いやんけ。ほんまによそよそしくなるんよな。よそよそしくなるってなんだ。昨日までめちゃくちゃ仲良く喋ってたのに、うんうん、なんか次やったら敬語になってたりするんやな。昨日今日でそれ。そう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 。何それ、わけわからんやろ。あ、おはようございますみたいな感じになるよ。あれって、なんでって、なんでやろ。え、それまではさ順調に仲良くなってて、そう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 、ずっと普通に喋ってんのに、そう、急に急におはようございます、おはようございますみたいな話、あれってなる。それたまたまその日だけちゃう。いや、あ、まあ、でもまあまあまあその後はまあ別に、うん、やけどその一番盛り上がった日ほど盛り上がることはもう二度とない感じ。じゃあ盛り上がった時にもう押さなあかんねやろな。はあ、そんな難しすぎるやろ。難しすぎるやろ、難易度高っ。でも今日、え、今日明日か。そう、それは厳しいわ。やろう。いや、これ聞いたら俺に呪いかかってるって言っても信じるよお前。なんかその1週間ぐらいちょっと空いちゃって、うん、でそれよそよそしくなるぐらいやと思ってた、うん、今日明日とは思わ、今日明日やで、ね、結構マジか。やばくない、マジで。それは菩薩や。ほんまになんかあの占い師の言ったこと当たりなんかもしれんと思い始めたわ。ああ、60までできない。そう、それかもうよっぽど自分の理想的な彼女と出会えるから、あ、そういうバリアがかかってるかな、どっちかと思う。あ、まあもうちょい我慢しろ。あのお方みたいなね、あのお方みたいな、東区欧州のアイドルみたいなね、なこちゃんみたいな、なこちゃんみたいなのが現れるから、もう少し待ちなさいって神様がガードしてる。そういうことなんかな。いつかなこちゃんに出会えるのかな俺は。60になった。もうちょっと、もうちょっと待ってて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 、バリア大量に現れてで、60になったら、うん、歯がないなこちゃんが現れる。殺そう、マジで。もういやいや、神様ちょっと解放してくれ、俺もそろそろ。はい、よろしくって。お前、何？私は、怒られんぞ、絶対。なんか、よく我慢したねって。もうやめてくれよ。もうその頃にはもうその神様も歯なくなってたけど。よく頑張りましたって。60までよく頑張りましたよ。私はもう全部これやめろ。なんか今ので遠のいた気がする、また。あと何年や、35年ぐらいか。35年やと。いや、すぐや、一瞬や、一瞬や。ああ。25年も一瞬やったよ。35年やと、お前。考えてみろよ。35年恋愛できへんねんぞ、お前。何や、俺、坊さんか、マジで。この25までで印象的になうんこ漏らしエピソードが4回ぐらいあるわけやろ。そうだ。あとうんこを5回ぐらい漏らしたらもうなっこちゃんや。マジで、あと5回漏らしたらいいの。あと5回漏らしたら、うん、オッケー、あと5日あればいけるわじゃん。5日漏らしたらもう次来るわ。5日後になこちゃんに会いに行こうじゃん、早速明日塾で漏らすわ。バイト先で、バイト先で。
生徒の前で漏らしたよ。もう周りの目気にしたらかも。気にせず出したらなこちゃんや。なこちゃんにたどり着くんか。そうだそうだ、大丈夫かな、遠のかんかな。そんなことしてるから遠のいてる気がすんねんけどな。はあ、エンディングが一番盛り上がった。まあまあ頑張れ。頑張るわ。彼女募集中です。はいはい、はい、じゃあ締めましょうか。はい、ペンギンジャー第22回閉店でございます。はい。